完璧。いくよ。まーちゃんいける？ついてるこれも。ついてんで。こんにちは。なんて自己紹介するの？マリンです。マリンです。京都から来ました。そうだ違う。いける？いくで。3。はい。こんにちは。チャンネル登録と高評価、通知ボタンみたいなやつもよろしくお願いします。それは最後にやるやつだぞ。本田マリンです。バイバーイ。よろしくお願いします。お願いします。では質問をしてくださった皆さんに一言。たくさん質問をしていただきありがとうございます。頑張って答えたいと思います。1問目。なので一番尊敬している人は誰ですか？サイン。一番尊敬している人はウサインボルトさんです。マリンもサイン持ってこない。マリンのサインやからこれ。なんなんこれ。これ何？マーチャーが書いてくれた。ミユに。ミユのため。持ってるんや。じゃん。私の部屋の時計の位置に飾っているものなんですけど、ご本人様からいただいたサインです。マリンへって書いてます。マリンはマリンです。あ、宝物。ここに置いておきます。次。運転免許は持っていますか？持ってます。あかん、イメージが崩れちゃう。まーちゃんのイメージ。なんでの？イメージ。サーミンじゃんみたいな。車乗りちゃうなんかびっくりしちゃうわ。姉妹で一番寝坊しやすいのは誰？せーの、マリン。マリン。みゆちゃんの好きなところは？頑張り屋さんのところとか。あ、そうだね。真面目なところ。あ、いいよいいよ、持ってって。優しい。いいね。甘えん坊。あ、いいよいいよ。ケーキを焦がしたのを生クリームでごまかしてマリンに食べぞって言われる。それはいらないな。ちょっとしてください、そこは。でも、顔が可愛い。ありがとう。マリンちゃんの一部の際は？みゆと、そう。ありがとう。好きな YouTuber さんは？東海オンエアさん。昔からな、好きやな。バンユンさん、プロタン。さん。です。好きなお笑い芸人さんは？ミーはジェルジェルさん。マリンはサンドイッチマンさん。サロ？片平さん。天気予報。あー、片平さん。もう何年前から好き好き言うてるの。お笑い芸人さんではないけど。妹のことどれぐらい好きですか？このぐらい。なんでや？なんでや？そう。鼻の中に入れても痛くないぐらい。ミーさんは僕にください。いや。No。大好きです。LINE 教えてください。No。やだ。今までした忘れ物の中で一番の思い出は？思い出は学校に行くのにランドセル忘れた。あ、スケート練習行くのにスケート靴忘れたとか、試合に衣装を忘れたことです。ニュースになったもんなあれ。難しい。マリンちゃんの普段のちょっと抜けてるところが可愛くて大好きです。今までで一番自分がああやっちまったなと思ったことは何ですか？やっちまったことはいっぱいあります。アメリカで練習してる時に時差でお腹が空いて夜にカップ麺を作って、部屋に片手に携帯片手にカップ麺って持ってて、携帯をポイってやろうとしたらカップ麺をポイってやっちゃって、布団の上にバッチャー、しばらく放心状態になって上の方だけ食べました。食べたぐいー。大学生活は大変ですか？あー、もうそれはそれは大変で、春学期が全部オンラインだったんでパソコンにもあんまり慣れてなかったから大変だったし、どこに行くのもパソコンと一緒みたいな感じですごく頑張りました。課題が終わって、あー終わったーってなって、ファイルで送信完了、よしと思ったら下の方に2000字レポート課題ニューみたいなのがあって、2000字 ?2000 あさってまでみたいな感じで頑張ってました。でも今は夏休みなので秋になったら頑張ろうと思います。次。 YouTube の編集はマリンちゃんがしているんですか？だとしたら本当にすごい。マリンがやってます。やめて。よろしくお願いします。えらいよ、えらいよ。まーちゃん、まーちゃん、まーちゃん。そんなまーちゃんにこんな質問を。なぜ地球は回るんですか？マリンが地球やったらじっとしてられないから回るかもしれない。地球もそうなんじゃないかなって思います。韓国ドラマ見ますか？愛の不時着を最近見終わったばっかりなんですけど、ドハマりしました。まーちゃん、そらへんおぶし。パパママの好きなところは？パパとママがめっちゃ仲いいところが好きです。遠い目標を教えて。たくさんたくさん笑ってシワシワなおばあちゃんになることです。スケートを始めたきっかけは？お兄ちゃんがアイスホッケーをやってて、アイスホッケーのためにスケートをやってたんですけど、私もついていくようになって気づいたら始めてました。アイスホッケーをしている女子についてどう思いますか？私も小さい時、2歳の時から3年生の時までアイスホッケーを習っていて、お兄ちゃんとミユと一緒に習ってたんですけど、本当に憧れます。やめちゃったんですけど、かっこいい女性がすごく好きなので憧れです。スケートをしててよかったと思う瞬間は？回転系のアトラクションか余裕なこと。いいよ、余裕ちゃう。そうや、ジェットコース
さん無理。怖い。あとはもう真剣な話だと、練習してきたことが試合に出せた時とか、見てくださってる方が喜んでくれたりとか、ミートさんが喜んでくれたりとかした時は簡単な嬉しいなって思います。では以上になります。ありがとうございました。私はもうすぐ今年初めての誕生日で、ワクワクドキドキ緊張でいっぱいです。バイバーイ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 。